それでは4時からはザ・ベイラインです。今日はすごいお客様もいらっしゃるそうです。バズーカ山寺さん、はい、どうも。ララミショコちゃん、こんにちは。そうなんですよ、ですよ、今日ね、はい、ニューシングルリリースの世界の終わりのメンバー全員が、そうなんですよ、もう本当にリリースのたびね、この水曜のね、そうですよね、ザ・ベイラインに来てくれるんですよ。家族みたいな感じですもんね。いやいや、そんなもん、あの大スターの方が。まあそうですか。ちょっとやるじゃん。だって私ね、いつもこうリクエストもいただくし、うん、ウィズユーでもうしつこいぐらいにもう、うんうん、もう世界の終わりってかけてますけど、一回もお会いしたことありませんから、うん、大スターですから ね来てくれますから。もう何時代っていうのは言ってみるの言わないとこうかなって、ね、ずっと引っ張ろうかなって気がしてるんですけどね。この後すぐって言ってさ、ね、2時間後とかね。そうだね、そのそういうよ、なあの番組みたいに。そうしよう、そうしましょうよ、はい、世界の終わりに来ます。あと一応しまちゃんも出ますからね。あと進撃の巨人のテーマってことで、おなんか、ね、いろんなそんな話もします。はい、皆さんぜひメールもたくさん送ってください。はい、アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。あとあのヘイタクちゃんによろしくお伝えください。本当ですか。ヘイタクちゃんはデビュー前から知ってるんで。なんかベテランですよね、ヘイタクちゃん。明日ベテランっちゅうかね、どんな感じ。俺のモノマネした初めての人ですからね。そうその話聞きました。言っといてください。すごくないですか。やんない方がいいよって言っておきました。明日もじゃあちょっとやってくれたらいいななんて、はいね、あとメールありがとうございました。深夜のメール楽しかった。すいません、ごめんなさい、遅くにね。こんな生放送で告白しちゃったわ、はい、ということでザ・ベイラインこの後よろしくお願いします。 With You はまた明日1時にスタート。ぜひクイズも参加してください。お相手はマピーでした。山ちゃん。何？今日、うんうん、前髪が降りてて可愛いです。前髪が降りてて。俺いつも前髪は下ろし、俺ね、角っぱげって言い方ですね。意外とこう、ないんですよ。M 字なんですよ。あ、そうなんですか。だからいつもなるべくこう下ろしてる。あれ、上がってる、いつも。いや、なんか今日いつもより可愛い。あー、いやでもちょっとあの、切ったんですよ。違うんですよ。そんなことはどうでもよくて、どうでもいいことで。とりあえず親父の心をあれしておいて、私あの、うん、夏休みもらったんですよ、うん、この間の水曜日から。あ、ほど、あ、そうなので、あの人生初めての USJ に行ってきて、大阪にある。そうで、その後に銀行じゃないね、あれ UFJ だからね。USJ、 あってるの、あってる、ユニバーサルスタジオジャパン。USJ に行って、その後2日間まだあったんで、お母さんと初めて親子2人で京都に行ってきて、いいですね。そこでちょっと私あの奮発してお母さんに初めてですよ、ホテル代私が出すよって言って。さすがオリコンさん。もうね、さすがチャオベルチンクエティのリーダー。ちょっと今噛みましたよね。チャオベルチンクエティのリーダー。ちょっと私なんか大人になったんです、うん、この1週間で。素晴らしいですね。僕には何を奢ってくれるのかな。何を奢ってくれるのかな。何を奢ってくれるのかな。いや、後で。後で。コーヒーかまあいいか。じゃあコーヒーを奢ってもらうわ。はい。それではそろそろ参りましょう。バズーカ山田と。岡田ロミンショーかな。ザ・ベイライン。The time is now. BayFM 78. Yo, DJ. Are you the mixing yet? The Bayline. The Bayline. This is the Bayline. ザ・ベイライン、あてましてバズーカ山田と岡田ロビン翔吾でお送りします。はいね、大人の階段登るロビンね。登るロビン、今まであの僕気遣ってロビンちゃんと言ってたんですよ。気づくと周りのスタッフ全員がロビン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 って呼び捨てにして、俺だけロビンちゃんロビンちゃんってさ、ちゃんなしで今日。いや本当、山田さんこの間、はい、ね、もう私はもう全然ロビンでいいんですけど、わざわざ私なんかに、うん、私なんかに、そうですよ、ロビンなんかに、ロビンちょっとロビンって呼んでいいってわざわざ言ってきてくれたのが、もう山田さんのなんか優しさが私は染みて、あの一人称が定まらない人ってあのね、気の弱い人に多いんですよね。気づく、そうなんだ。なんかそういうことを本人は望んでんのかどうかっていうのは、ね、だって例えばアーティストの方来たってね、はいはいはい、まあ、僕はもうね、いい年ですからですけど、若手のアーティストの方だってね、うん、親しみを持ってくんって呼んでほしいのか、それともさんってちゃんと言わなきゃ嫌だっていう人と、いろいろいるわけじゃないですか、はいはいはい、相性みたいな持ってる人いるけど、ね、だってロビンだってね、ロビンちゃんって言われたから、いや私だってもう二十歳超えてお母さんホテル代も出すんですから、でいくら年おっさんの DJ だってロビンって言い方はロビンちゃんだ、ロビンさんじゃないですかね。
私だってオリコン3位ですよと。いやいやちょっとなんか言い方が、いや言うこともあるかもしれないじゃん。あ、なるほど。だからいろんな呼び方をして鳴らすっていう言い方を、ね、僕はねよくしちゃうんですよ。もう全然ロビンでもこれからは、うん、じゃあ私もなんか親しみ込めて、ええ、山ちゃんは皆さん呼んでるから、ええ、山くんとかだ俺のこと山くんって呼んでるのは鉄拳だけですよ。あの朝の番組で俺のことを山くんっていうのはなんか鉄拳はそれらしいっつってそうずっと山くんっていう。あ、じゃあ私はどっちがいいですか、山ちゃんと山くんだと。どっちでもいいです。あ、じゃあ山くんなんだろうね。じゃあたまに山くんって呼びますね。いやたまに山くんでも山ちゃんでもどっちでもどっちでもいいですよ。ありがとうございます、ね、そうしましょう、ね、でこの人はね呼び捨てされるのは大好きですからいいですか。ほとんどこの人は呼び捨ての方がいいんです。今日も言っちゃっていいですか。 お前とかそれでも全然喜ぶ人ですから。はい、水曜日はこの方もいますよ。街の面白スポットに進出鬼没、街角 DJ のおいゆきお。はい、豚です。豚です。豚ですって何。そこまで下げすぎな。いや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 い
ですね、これね。あ、そうですか。おお、ね、飛行機が飛ぶようなところ。はい、ということで、うん、幸せな男と書いて、ゆきおでございます。素敵。そうですよね、幸せな男。はい、いや、もう、ロンちゃんも、本当、名前に関しても、さすがですよ、ロンちゃん。私ロンちゃん、ね、ほら、ブログでね、俺のことも書いてくれて。あ、書きました。どうもありがとうございます、本当に。ただ、幸せに、オスの王なんだけど、違う。間違った。漢字間違ってた。それはね、俺に解明しろっていうことかな。もうそれはでもしばちゃんが悪い。そうそうだよ、しばちゃんが悪い。ゆきおはゆきおで合ってるから、うん、本当大体でいいんだよ、うん、ちょっとあの、ね、この放送が終わったらすぐ直します、うん、いいそのままにしといていいよ、そのままにどっちでもいいんだよ、はい、ということでございましてですね、うん、はいはい、あの今日6時台世界の終わりの皆さんゲストということなので、そうです、そうなんですよ、あのそこでちょっとね突撃したかったんですが、まあ、邪魔だということなんで、あ、しばちゃんもセカオワのみんなに会いたかった会いたかったね、会いたかったね、残念、うん、ね、残念で、世界の終わりの究極映画進撃の巨人というね、のテーマということなんで、はいはいはい、今日はですね、僕の名前のことみたいなちっちゃなことをもう言いたくないので、本当だよ、私がね、大きさにまつわる場所からレポートしたいと思っております、大きいにまつわる場所、はい、大きい、でそこで今日の5時台の募集テーマはですね、はい、大きい、あ、ね、あの大きい買い物したとか、うんうんうん、大きな出来事があったとか、はいはいはい、器の大きな人とかね、 山ちゃん、あと僕みたいに大きいと思ってたら大して大きくなかったみたいな、あ、ね、あるあるね、そんなですね、うん、大きいにまつわるものなら何でも OK でございますんで、よろしくお願いします。わかりました、はい、それでね、どんどんね、はい、メッセージを送っていただきたいと思います。しまちゃんはだから5時台に今日はレポートと、そうです、ね、大きいにまつわる場所から5時台、はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくね、後ほど、はい、はい、ね、そうですよ、大きい器の大きいとかの大きいのにね、結論は小さい子で言った島村由紀夫感じ、おのじどっちだっていいじゃねえか、いや本当すいません、名前を話ですよ、名前を間違えるなんて本当失礼しました。大丈夫です、しばちゃんに限り大丈夫です、はい、大丈夫です、いじってもらうの大好きなんでね、そして、今日のメニューを紹介していきましょう、はい、まず4時台はね、いつもの気になるエンタメ情報チェック、バズった山寺あります、うん、皆さんからもですね、気になってるエンタメ情報ね、いただきたいと思います。はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。5時台は、ね、先ほど出てくれましたね、しまちゃんが街角レポートしてくれます、進撃の巨人にちなんで大きいにまつわる場所からレポートということで、皆さんにも大きいおテーマでメッセージを送ってください。はい、そして6時台はゲストが登場しますよ。6時台言っちゃったな。あ、言っちゃった、言っちゃった、いや、もういいんです、いいですか、今日ニューシングル、アンタイヒーローリリースした、世界の終わりのメンバー全員が駆けつけてくれます、全員ですよ、まだまだ来てくれますけどもね、もう私は初めてなのでドキドキなんですけど、そっか、ルミちゃん初めてね、はい、皆さんね、まあ、うん、そうです、6時台ですけど、もしかして、間違って早く入ってくるかもしない、そんなこともある、っていうずるいことを言う俺ちっちゃいな、ちっちゃいか、ぜひ皆さんね、うん、メンバーに対するメッセージなどもお待ちしてますよ、リクエストメッセージをお寄せくださいよね、はい、プレゼントもありますさあ今日はですね、コンビニをはじめガスト、バーミヤン、デニーズなどのファミリーレストラン、スバル書店、文京堂、三省堂、ブックエースなどの書店でも利用できるというベイ FM オリジナルクオカード1000円分を抽選で2名様にプレゼントいたします。はい、募集テーマを皆さん必ず書いてどんどん送ってください。はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、
BAYLINE アットマーク bayfm.co.jp までお待ちしています。先ほどザ・ベイラインオープニングをね、6時台に登場する世界の終わりのナンバーからいきたいと思います、はい。先日日産スタジアムでね、なんと世界で14万人すごい、ね、トワイライトシティもこれを始まりはこの曲だったということです。それではお送りいたしましょう。今日ゲストに来てくれる世界の終わりのナンバーです。炎と森のカーニバル。水曜ザ・ベイライン、今日ねゲストに来てくださる世界の終わりの炎と森のカーニバルに続いてお送りしたのはアウルシティとセカオワの奇跡のコラボレーションナンバーですね、すごいことですね本当に、日本版のアルバムモバイルオーケストラからアウルシティ東京フィーチャリング世界の終わりお送りしました。 Thanks for listening. This is the Bayline. バズった山寺。バズとはざわめくという意味です。たくさんの人の話題に上ることをバズといい、そこでこのコーナーでは我々二人の目に留まったエンタメニュースをピックアップしていきます。はい、していきましょう。はい、まず最初はこちらです。山岸舞結婚引退。日本テレビニュースゼロのキャスターを務める山岸舞さんが28日に結婚したことを発表。お相手は一般男性で、9月いっぱいで引退し家庭に入ると大きな決断をしたことも明かしました。続いてはこちら。ダルビッシュ&聖子最強ベビー誕生間近。もうすぐ生まれる大リーグレンジャーズのダルビッシュ投手と元レスリング世界女王の山本聖子さんの子供が男の子であることが分かり、聖子さんの父山本郁恵さんはすごいスポーツ選手になるよ、最初はレスリングをやらしたいなと語りました。続いてはこれ。レベッカ20年ぶり再結成ライブ。レベッカの再結成ライブが東京の豊洲ピットで開催され、待ち焦がれた3000人のファンが大歓声で迎えました。こちらは8月に横浜アリーナで行われる再結成公演のプレライブでフレンズなど代表曲6曲が披露されました。ラストはこちら。バーチャル幸子本物が驚き。演歌歌手の小林幸子さんの声で歌うボーカロイドソフトボーカロイド4ライブラリー幸子の発表記念イベントに出席した小林幸子さん、実際に作られた曲を聴いて、私の声ですけど私が歌ってるわけじゃないんですよと驚き、演歌に興味を持ってくれるきっかけになればと語りました。はい、以上ね4つのニュースをピックアップしましたが、はい、ロビンちゃんいかがですか。あ、またロビンちゃんって言っちゃった、ついね。ロビン、おい、どれが気になったんだよちょっとなんか強めで嫌なんですけど急に上からになってどうする。いや、でも私何が気になったかっていうと、山ちゃんのゼロの言い方、その後本物が出ると思わなかったんでね、気になっちゃってゼロだね色が綺麗だな。私的にはダルビッシュ選手ダルビッシュと聖子さんの山本聖子さんね、はい、お子さんがね男の子であるっていうのが分かったっていう、もう最強の DNA というか、そうですよね、山本家もすごいですからね、うん、なんかどんなダルビッシュですからね、お子さんが生まれてどういうふうにこうなんかなんて言うんですかね、最初はレシングやしたい、ね、どうなんでしょうね。すごいでも気になりますね。期待できそうですね、はい、あそこ気になりましたか。気になりました、僕はやっぱ山岸舞さんね、お相手は一般男性と言ってますが、うん、ね、大手有名百貨店創業者の孫ということがね発表になってますけどもね、この情報が正しければ私はそこのカードを初めて生まれて初めて作ったカードがそこでしたね。そうなんだ。キャッシングもしたそこでね、俺できんのかなと思ってねあそこはすぐカードを作って出してくれるんですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう、あそこはね俺だって養成所まで通っててさ、バイトしてんのにさ大丈夫かなと思ったら、あ、その審査が通るかってことですか。そう、あ、なるほど。学生とかにね優しいね、俺もこの俳優通ってるのはどうなるか分かんないさそんな人にさ、でキャッシングしてみるか、出てきた、やべえこれやべえこれっつって大丈夫だこれからっつって逆に危ねえって思ったことを本当にありがたいと思って、それでいろいろね洋服とかも買わせていただきましたけど、そこのお孫さんという情報が入ってきておりますけどね。でも一般男性と言ってもね、すごい方ですね。そりゃ引退もするさっていう感じもしないでもありませんけども、また山岸さんが書いた直筆のメッセージとのね、この新聞にもありますけどもね、字がやっぱりその人のね、あのイメージを失わないとっていうかね、本当にこれでど下手くそな字とかで書くと
おーいっていう感じです。いや本当に、ね、活字でよかったのにって思いますけどね、さすがだなっていうね。本当女性で字が綺麗、もう本当にこう品があって、いやいやもう本当にあの書いてみて、本当に私あの丸字で、あとかなんか、こんなああそれでだったら書かない方がいい、いやそんなことないな、ちゃんとロビンもちゃんとイメージ通りの可愛い感じですよ。すいません、大丈夫です。私も勉強します、はい、はい、それからレベッカもね気になりますけどもね、はい、なんとプレライブでもはや3000人トイレ6曲目、いやすごいですね、ございます。あの高音は出ないですよ、私あのね一緒にビッキの会やってる僕の兄貴分の小芝大蔵さんというね、はいはいはい、この方がねプロデュースもかつてやってたということで、ね、ずっと気になってたんですけどもね、この横浜アリーナも楽しみでございます。そうですね、皆さん気になったのは何でしょうかね。ぜひね、あなたが気になっているエンタメ情報も送っていただきたいと思います。はい、メールはbayline@bayfm.co.jp baylineatmarkbayfm.co.jp まで、ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、さあ今私もね話しましたけどレベッカですけどもね、はい、20年ぶりの復活ライブを果たしたということですけれども、8月12日13日横浜アリーナでのライブということですけど、プレライブ6曲の中でやっぱり一番歓声大きかったのはこの曲だったようですね。お送りしましょう、レベッカフレンズ。あなたの気になる芸能ニュースまだまだ募集しております。メールは bayline@bayfm.co.jp baylineatmarkbayfm.co.jp までお待ちしています。お送りしたのはレベッカフレンズでした。 Don't go away. We're coming back soon. Bay FM リスナー安全運転宣言。この時間はリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをご紹介します。今日はラジオネーム満腹猫さんよりいただきました、はい、先日工事で車線の減るところがあって、ほとんどの車は前もって車線を移動したけど、やはり何台かは車線がなくなるギリギリまで行って、かなり強引に入れてよって感じで合流していました、はい、高速道路の出口渋滞でもこういう車って絶対にいますよね。ズルしないでちゃんと並びましょうよということで、はい、もうね分かってるのにあえてね、ギリギリまで行って入れてくれんだろうということで、これされた方はねあまり気持ちよくないですもんね。もちろんそうですよね。皆さんもハンドルを握ったら急ぐ気持ちも分かりますけど、ちゃんと時間にゆとりを持って安全運転を心がけてください。はい、満腹猫さんありがとうございました。ありがとうございました。番組ではリスナーの皆さんからの安全運転宣言メッセージをお待ちしています。メールで安全アットマーク bayfm.co.jp まで、住所氏名年齢ラジオネームも忘れずにお書きください。 BayFM のホームページ携帯サイトの応募フォームからもメッセージを送ることができます。 BayFM と校内電気産業は交通事故ゼロを目指し、これからもリスナーの皆さんを応援していきます。以上 BayFM リスナー安全運転宣言でした。Bay FM 7. How's it going? We want to make you feel better. This is the Bayline.いや今日もねロビン暑いけどね、暑いですね、暑いからってね夏休み子供たちでね、子供たち夏休みであの冷たいものがね、どんどん取りすぎるとねお腹ピーピーなっちゃうから、ね、よくない、ね、俺が今その状態だから山ちゃん冷たいもの飲んじゃダメだよあのね、それとあの先ほどね、はい、あの交通安全運転宣言ありましたけど、はい、ありましたね、今何気にあの工事が多いじゃないですか。いや多いですよ。それでイライラするかもしれませんけども、考えてみてください、その工事してる人たちが35度6度みたいなところでねやってらっしゃるわけですよ、ね、で工事かと思わずに、いやご苦労様っていう気持ちでね気持ちを沈めて、そうです、ね、いやこれに比べた中でね大きいってんだもんって思った方がいいですよね。大変ですよこの時期、本当暑いですね、皆さん本当に熱中症気をつけてください、はい、さあそれじゃあ皆さんからもエンタメ情報、気になるエンタメ情報来てますんで紹介しましょう。はい、ラジオネーム翔太さんからいただきました、はい、私の気になっているエンタメは、うん、ハロープロジェクトです、現在開催中の夏のハロープロジェクトのコンサート、はいはい、今年も全国7都市を回ります、はい、今年はディスカバーバージョンとチャレンジャーバージョンの2種類ありまして、はい、うん、今年は、11月29日にハロープロジェクトを卒業するアンジェルムの福田香音ちゃんにとっては最後のライブ、うん、ライブとなります。なるほど。私はディスカバーバージョンを、今週末
今週末の8月1日の宮城県の仙台サンプラザホール公演で、もう見に行くらしいですよ。で8月23日は東京の中野サンプラザ公演で見に行くので、どんな内容になるのか楽しみです。ということでサンプラザなんですね。はい、そしてあの来週の公開生放送も見に行くので楽しみにしてますなんてメッセージも。来週もムスからね。そうですよ、モーニング娘。から来ていただきますけど、いやーこれ私出たかった。あれ私なんかチャーベラチンクエティはチャーベラチンクエティって本当に微妙な立ち位置っていうか、あのなんていうんですか、ハロープロジェクト X 出身で、でまあ、ずっと出てなかったんですけど、去年の夏ぐらいから、夏ハロ冬ハロ、正月のハロープロジェクトのライブもゲストとして出てたんで、いや今年の夏も来るだろう、来るだろう、オリコンさんにとった人、いやもうさね、ちょっと逆にちょ曲数も1曲ぐらい増えてんじゃないのかって、ちょっと調子乗ったんですよ。あはは、そしたら思ったらなんかゲストコーナーがなかったらしくて、なかったのね。なくて、あの私たちだけが呼ばれてないわけじゃないんですけど、そうね、いろいろ言うからね、そうだからプロ関係もね、私も本当にもうこれはもう見に行きたいです。逆に見に行ってなんで出してくれないのってプレッシャーをスタッフにかけると。違います、上の方の上の方出れないんだったらもう本当お客さんとしてセットリストも何も知らずに、いつもちょっと知っちゃってる状態なので、はははでも本当あの結構最近のハロープロジェクトはあのライブを2種類分けてて、あの前だったらダンスバージョンでこうダンスバキバキ踊ったりとか、そういうメリハリをすごい大事に変えていくんだ。セットリストも全部違うんですよ。ほら、なので皆さんぜひディスカバーバージョンとチャレンジャーバージョン両方、うまいことなってる、うまいことね。ちゃんと仲間の宣伝をね、両方見に行ってほしいなって、ね。まあ、ロビンは客席から煽るそうです。客席から煽る、煽り返しをするという、ね、おかしいですよね、ちょっとやってみたいと思います。はい、こちら浜ちゃんからいただいております。気になる、今週のエンタメ、いよいよ来週8月5日公開のジュラシックワールド、ねー、はい、日本では、当初8月7日金曜日の公開予定していましたが、世界のメガヒットを受け8月5日に繰り上げられ、そう、水曜日公開って珍しいですよ ね、 そうですね、普通土曜日だけど、まあ、金曜日公開って最近多いですけども、水曜日公開ですよ8月5日ね、異例の水曜日公開、超大作前作ジュラシックパーク3から14年ぶりに最新技術で蘇る恐竜の映像、予告編を見てるだけでめちゃめちゃ興奮してきます。そして今回の注目は美少年役のタイ・シンプキンス君演じるグレーという役の吹き替えを先日ザ・ベイラインにご出演された女優の松岡茉優さんが初の吹き替え、それも男の子の役に挑戦されているので、今回の作品迫力ある 3D 映像の日本語吹き替え版を見に行きたいと思います、という浜ちゃんさん、ありがとうございます。100点満点のメッセージありがとうございます。そうね、マユね、この出てくれたからね、電話で出てくれたからね、いや本当にそう、あのマユは本当女優としていろいろやっぱやってるけど、吹き替え本当に初めてなんで、あ、じゃあ山田さんにも相談とか、1時間半電話で喋る、うわえすごいですか、それがどう役に立ったか分かりません。僕もまだ見てないんでね、公開したら見に行こうと思ってるんで、山田さんから素敵なことをもらったんだろうな、余計なこと言っちゃったかもしれない、聞かなきゃよかったって前が思ってるかもしれないね、余計なこと聞いちゃってやりにくかったよなと思って、いやいやすごい、現場だいぶ感じ違ったよなって言われたことやったら全部それやめてって言われたかもしれないかもしれない、分かんない、でも男の子の役をねやるっていうなんかねえ新鮮で、いや声は合ってるって僕は思ったんですけどね、楽しみ、合ってるじゃないですかね、ね、この主役のクリス・プラットというね、はい、僕があのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーでやったクリス・プラット、はいはい、あれは玉木さんがね、玉木宏さんがやってらっしゃるんですよ、その辺も注目したいなと思っております。はい、はい、じゃ続いてラジオネームルークさんからいただきました。現在放送中のドラマデスノートの中のアイドルグループいちごベリーの一人が、倉科カナちゃんの妹なんです。あ、はいはいはい、で今あの新聞にも載ってるんですけど、3人組のね、あの右の方にいらっしゃるんですけど、はいはいはい、確かに似てる、ちょっと、ね、雰囲気はありますよ ね、 前ね話題になってましたけどね、でも最近多いですよ ね、 姉妹でね、やっぱりやってらっしゃるというねえ、いちごベリーの、ああそういうことなんだね、はい、すごいですね、劇中アイドルが話題になってるってことですね。うん、はい、さあ続いてはもう一個、あ、ここまで、この時間はここまででございました、失礼しました。あ、はい、さあ皆さん、はい、1時間ごとにねメッセージテーマ変わりますんで、ぜひブログをチェックしてどんどんメッセージいただきたいと思います。今日なんといってもね、6時台に世界の終わりのメンバー全員が来てくれますので、ぜひ質問などもお寄せください。はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここで一曲をお届けしましょう、こちら A 六輔中村八大コンビによる名曲を井上陽水さんがカバーしてますね、今日リリースのカバーアルバムユナイテッドカバー2から井上陽水黄昏のビギン。
曽根光のサマーヒーローが流れてきましたけどね。ただいま絶賛展開中のベイエフエムサマーキャンペーン。今年はですね、4人のレポーターがベイエフエムデザインのキャンペーンカーに乗って、ベイレアのさまざまなスポットでキャンペーンイベントを行っています。まずですね、スタイル抜群レポーターチームの頂上的存在、モエミンこと片山モエミさん、本当すごいです、はい、そして筋肉担当、元気やる気がキャッチフレーズ、レイタンこと佐伯レイカさん、ハイトーンボイスと独特なモノマネが魅力、ともこと長友春奈さん、そして唯一の男性レポーター正雄ちゃんこと橋本正雄さん、ね、いろんなモノマネ、ね、長友選手といろいろやってらっしゃいますけどね、はい、さあこの個性的な4人4人のサマキャンレポーターはですね、8月23日までの期間中毎日日替わりで登場しますよ、うん、キャンペーン会場ではベイ FM オリジナルグッズが当たる抽選イベントなどを開催します。ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。レポーターの個性あふれる写真などこれまでのキャンペーンの様子、サマキャン特設サイトでチェックできます。ぜひベイ FM のホームページからアクセスしてみてください。 Thanks for listening. This is the Bayline. Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Show called Robin Okada's The Bayline.気になる食べ情報ねたくさん寄せられてるんですけどね、はい、ちょっと時間のある限り、こちらはですね、トネリコさんはね、横浜高校の渡辺監督の引退、まあ、これスポーツのんですけどね、およそ50年にわたって、だから70歳ですから20歳ぐらいからもう21歳ぐらいで、ね、学生でも初めて名将と言われて、ね、だって日本一5回かでもう50人ぐらいの、ね、プロ野球選手を送り出してるって、松坂はじめね、涌井成瀬とかもういっぱいですよ。すごいことだなと思って、すごいですね、お疲れ様でしたね。決勝惜しかったけど東海大さんやっぱり強いな、で甲子園でね、逆にその学校が活躍してほしいと思いますけど、うん、それからね、白い黒猫さんは大山信代さんのことね、舞台の声優を務めたってことで、スーパー弾丸論破2舞台でね、認知症と診断されて、もうそれ仕事ができるんだってすごいなって、うん、もうプロ根性だと思いました。それからこちらはですね、のりたまさんからいただいてるのはね、山口萌恵さんと田中優さん結婚へ、これ日刊スポーツがね、昨日やって、他がいやそうでもないよっていう、分かんないって言ったら、うん、今日日刊スポーツがまたいや間違いないっていうふうにまたねやってるんですよね。やってますね。田中裕二さん、僕声の仕事で、まあ、ご一緒させていただいてたんですけど、はい、レギュラーで山口萌恵ちゃんもね、うん、ドライブ番組ってあって、はい、それで2人でずっとドライブするってなって、すごい楽しくて、そうなんですね、うん、で一回離婚したって聞いて、あ俺もその時バツイチだったのチャンスって思ったんだけど、はい、あら、さあどうなんでしょうかね、どうなるでしょうか。さあそしてこの後ですけれども、はい、ホットライン、いつも投げくんですが、6時台に世界の終わりの皆さんがゲストということで、うん、5時台に街角 DJ のしまちゃんゆきよ登場でございます、はい、今日はね、セカオワの曲が進撃の巨人の、主題歌ということで、大きいにまつわる場所からレポート、はい、5時台は募集テーマが変わります、はい、大きい買い物、大きな決断、うん、大きな見え、皆さん大きいにまつわるお話、大きい、どしどし送ってください、はい、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp までお待ちしています。大きいことはいいことだ、知ってる？知らない、知らないよね、うん、さあ時刻は午後5時を回りました。バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあ今日5時台の頭はね、このコーナーです。島村幸男さんがいろんなスポットに新スキボス街角 DJ のコーナーです、はい、さあ今日はね、大きいにまつわる場所ということですが、うん、どこに行ってるんでしょうか、呼んでみましょう。おい幸男。はい、幸男やってまいりました、はい、よろしくお願いします。島ちゃん、今日はね、はいはい、大きいにまつわる場所ということで、あまりヒントはなかったんで、確かに全然わかんない、ね、ミレッサーの皆さんもわかんないと思いますけども、今日の6時台、ゲスト映画進撃の巨人の主題歌を歌います世界の終わりの皆さんですけども、そうですよ、巨人といえば大仏ストレートに言ったね、間やらずにね、じゃあ巨人といえば大仏って言っちゃったの、あれだ、なんか埋めろ、といえば、はい、どこでしょうか。わあ、あー、わかった、何、うん、どうぞ答えてください。はい、鎌ヶ谷大仏。
ピンポーン。いいんだよその答え言っていいんだよね。違うの言ってっていうんじゃいいんだよそれでね。ダイブトゥーラブでおなじみの。そうですよ。うん、ということで、鎌ヶ谷市にあります、大仏通り商店街にやってまいりました。なるほどね。でも鎌ヶ谷大仏は大きくないと思うんですけど。いやいやいや、これあのちょっとあの塗り絵やりな感じっていうのはちょっと若干スルーしていただいてですね。まあ、他の写真が他のいろんなあの有名な大仏に比べるとね。確かに。まあそれが特徴でもあるんですよね。これね。そうです。うん、はい。あの新京成線の鎌ヶ谷大仏駅から、まあ徒歩1分で大仏様に会えますね。ああなるほどね。はいはいはい。で高さが1m80cmと。ちっちゃい、ちっちゃいじゃねえかなんてことは言わないでください。言わない。そう大仏大仏だからね。存在は大きいですよ。ね。ですよ。人気はもうすごい大きいですから。あなるほど。大人気。なるほどね。いいでしょ。あのこの鎌ヶ谷大仏商店街っていうのが、あのいつものようにあの両翼にお店がダーッと並んでるような商店街とはまた違ってですね。はいはい。あの道でいろんなところに点々点といろんな美味しいお店とかがあったりするんですね。あの一番もこの鎌ヶ谷大仏の人気と同時にですね、あの清田精肉店さん、ほうほうほう、ここの大仏コロッケっていうのが大人気。大仏コロッケもうね非常に有名になった、はい、鎌ヶ谷大仏名物ですよね、うん、で中に入ってですね、もう本当にいろんなそのサインとか写真とかたくさんある中、ど真ん中スキップカーズ今安です。今安が、あ 今安、ね、今安がデデンとここに、あ 今、あ今写真が届きました。今安と門脇、あの TK 門脇のやっぱり力大きいですね。そっから火がついたみたいなこと言ってましたから。なるほどね、そりゃそうでしょう、あれだけ盛り上げてますから、大仏コロッケをお願いしたところですね、今日売り切れです。あれ嘘、はい、そうなの、なので売り切れ、今日は、大仏メンチ買わせていただきました。あ大仏コロッケはないけどメンチはまだあった。はい、メンチじゃ早速いただきます。あそっか、コロッケの方はな、お、食事始まったよ、うわ、ん、これまたうまいっすよこれ。あ、うまいっすね。あらららら、あらららら、熱い、出来たて、あ、熱いですね。あ、熱いの、やっぱり、ね、揚げたては美味しいですわ。うん、だからいいな、汗がじわ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 出てきて、若干のメンチが塩っぽくなってます。あ、そうだの、はい、ちなみに今手元の温度計が31度ですかね。あ、はい、31度あるか。え、やっぱり形はどんな感じこれ、はい、形形形は若干、おなんですか、俵型ですかね、はいはいはい、そうですか、大仏の形してる、大仏でしょ。俺それを着たら俵型と普通になっちゃうからね。大仏メンチでしょ。大仏のいただきました。コロッケと一緒でちょっと違うんじゃないの、はい、うん、そうです、いただきましたよ。あ、もういただき、美味しいのね、メンチメンチ、ね、食べていただきたいんですけども、ということで、この清田精肉、あ、そう、清田精肉店さんって、あのマリーンズの清田育宏選手、はい、この間のオールスターでもホームラン打った、そうですよね、親戚なんですって。あら本当に、もしかしてと思ったら本当にそうなんだ。そう、びっくりしちゃった。あらすごいわ、あらこれさほど大きな話出てこないですね。ホームラン級の美味しさってことだね、はい、でさほど大きな話が出てこないのでちょっとお店いろいろ話してみますが、あなた大きいで大きいでやってっからね、そのキーワードいっぱい出していかないと、はいはい、お時代は大きい、清田大きいホームラン打ったけどさ、大きいという部分では、これちょっと珍しいお店を見つけましたよ。何ですか、種屋さんの種、種屋さんの種、はい、種屋さん種売ってますね。種、種っていうのは植物の種、僕個人的な趣味で小さい世界に入っていきましょうか、ね、あれちょっとそう、種はちっちゃいですよ。あなた農業やっててね、あなたの土地大きいものかも、はいはい、うん、あのベニエセルと申しますが、ちょっとお話いいですか、伺って、こんにちは、僕は誰だか分かります、ああよくわかんない、よくわかんない、よくわかんないですよね。それあの島村、あ、島村さんは、ああ島村でございます、すいません、あのいきなり今歩いたら種屋さん見つけたんですけど、どの島村さんだと思ってるんですか。これ種、相当小さな世界ですよね。そうですね、今はちょうどこれから売れるのは何が売れるんですか、そうだ、まあ、これからはキャベツとかブロッコリーとか、うん、あ、ね、あ、そうか、やっぱり野菜のと玉ねぎとか白菜、野菜の種、なるほど、結構この地元の方々種を買いに来られる方多いんですか、うん、そうですね、農家さんとか家庭菜園にやられてます、なるほど ね、 ね、そして今は目の前に、小さな男の子が見せ場してましたけれども、こんにちは、こんにちは、お名前どうぞ、長瀬と新俊介くん、ね、野球選手みたいだね、かっこいい、小橋さんは見てるかな、見てない、余計なこと聞いちゃって、調べてから来なさい、あなた調べてから来なさい、妖怪ウォッチャー見てるの、これ種は小さな世界ですけど、なんかあのご主人にとってなんか大きな話とかってなんかないですかね、
まあそうですね、こういうあの品種で大物っていうトウモロコシ。大物、大物というトウモロコシ、はい、どんなのがあるんですか、はい、色は、色は黄色です。わ、どれぐらい大きいんですか。皮付きで 500g 超えるっていう大きさ。あら、 500g？ あれ島ちゃんのホワイトショコラで何グラムだ。50超える。あの前回あの、うん、山ちゃんたちにやめたのが、ね、いただいた、美味しかった。400弱ですね。ああ、なるほど、やっぱり一回り大きいですね。大体 大きいのだと400ちょっとが普通なんですけど、うんうん、この品種は特に大きな品種で、なおかつ甘みの強い、甘みを、いわゆる手で握ると、うん、そのいわゆる前傾はだから3センチから4センチぐらい手が届かない感じですかね。なるほどね、かなり大きい、うん、でかいですね。甘さはどうなんですか。甘さも強いです。ちなみに僕のが19度とか20度ぐらい、いかないぐらいなんですけど、はい、最高で23度。うわ、23度、大きいだけじゃないじゃん、美味しいんじゃん。すごい、あるんですか。今朝取ってきた。マジ作ってらっしゃるの。家庭菜園、家庭菜園、種屋さんが、ね、なんかお父さんすごいね。俊介くん逃げないでよ、俊介くん逃げないで、逃げないで、島ちゃん怖くないよ。その人もね、美味しいトウモロコシ作ってんだよ。すごい、23度って言ったら 何ぐらい。あ、ちょうど今、茹でたトウモロコシがあるんですけど、うん、いいですか、いただいて、うんうんうん、ちょっとご主人すみません、ちょっとマイクも、ちゃんもプロですからね。これね、プロですから。確かにドキドキ。割ってらしたらこれ。よし、こうやってホワイトショコラ相当甘かったよ。めちゃめちゃ甘かった。ちょっといただきます。うん。大物。お、お、うん？うん？うん。あんま。あれ、あれ、甘いトウモロコシを作ってる島ちゃんがびっくりするっていうこと？これ相当甘いですね。うん、あのご主人喋ってらっしゃるけど、あの聞こえてないんでちゃんと集計してください。いや、むちゃくちゃ甘いですねこれ、うん、普通に作ってもこの甘さが出るの、やっぱり肥料と水です。ああ、そこ種屋さんだけにね、上手なんだよ。何何、うん、一番いいんですよ。何がいいの。トウモロコシ。かわいい。いつも俊介くんお店に来てくれてるの。夏休みだから。じゃあ俊介くんにお話聞いてみようかな、将来さ、大きくなったら何になりたい。電車の運転手。なの、神経転か、うん、ね、電車の運転手さんになったらどんな、どんなの、出発進行っていうの、どんな感じで言うの。出発進行。今いくつ。7歳。7歳っていうと1年生かな、2年生かな。あ、本当に、ね、兄弟は。全然お兄ちゃん、一人なんだ。一人、あ、一人。かわいいね。山ちゃんって知ってる、ね、うん、もう聞かなくて大丈夫ですよ。、うん、ポケモンの山ちゃん知ってる。ポケモン出てるよ。君はもう見たか。君はもう見たか。知らない。知らないね。全然興味、やっぱりね、俊介君はその何度も恥かかせないと。まあ家にいるときはそうですね、多いです。ね、お店に入ってきたら本当になんかいろいろね、種の紹介とかもいろいろしてくれるんですね。そうですね。お客さんと接することもよくあります、ね、なるほど ね、 子供店長、看板坊やですもんね。子供店長さん、はい、これからも頑張ってください。突然すいませんでした、はい、なんかお店の PR ありますか。あ、まあ、家庭菜園の方も気兼ねなくお越しいただけるように、うん、努力してますんで、お近くに来たときは寄ってください。お店の名前は中里種苗店です。はい、中里種苗店さんからね、大きいにまつわるお話で、トウモロコシ美味しかったです、ね、大物、うん、はい、僕も大物になりたいです。ねえ、そうだね、頑張って。ね、俊介くんになるかもしれない。可愛かったね。これでおはスタ見てりゃね、うん、最高なんだろうね。ありがとう、見てね。ありがとうございます。おはスタ見て、うん、はい。いやいや、あれ、島ちゃんどうした。島ちゃん、はいはい、島ちゃん終わっちゃった。どうした、ね、終わったの。食べようと思ってたらね、うん、はい、すいません、どうもごちそうさまでした。ごちそうさま、はい、喋んなさい、あんた、はい、街角レポート、はい、街角DJ、はい、ということで、浜田からね、お届けいたしました。あ、そうですか。いろいろありましたけども、いいレポートだったと思いますよ。ありがとうございます。大仏さんとこ行くんでしょ、ちゃんと行きますよ、ちゃんと、うん、行ってください。はい、はい、もしあれだったらメンチ買ってきて。買ってきて。メンチ、あ、よ、了解。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、大物というトウモロコシが、うん、なんと糖度23というのはね、
皆さん23って本当にだって島ちゃんの作ったホワイトショコラ19ぐらいって言ってました、うん、いやだってホワイトショコラも生で食べて本当なんかもうフルーツみたいな感じの甘さだったから、それがね23500g あるってことはペットボトル1本あそうですよ ねそのぐっすりの重みがあるというそれで甘いわけですからね、はい、食べてみたいです ね、今日は鎌ヶ谷大仏の商店街から島ちゃんがレポートしてくれました、はい、ありがとうございました。お店の方々もどうもご協力ありがとうございました。さあということで島ちゃんを受けましてですね、この5時台大きい、これをキーワードにね、大きいことなら何でも OK ですよ、声が大きい人とかね、態度が大きい人ね、大きな買い物をした、大きな出会い、大きいにまつわる話なら何でも OK です。メッセージをお寄せいただきたいと思います。さあここでプレゼントを紹介しましょう。クオカードはですねコンビニエンスストアなど一部の加盟店で購入すると1万円券には180円5000円券には70円分のおまけがついてくるのを皆さんご存知ですか、うん、コンビニ以外ではガスト、マーミヤン、デニーズなどのファミリーレストラン、スバル書店、文京堂、三省堂、ブックエースなどの書店でもご利用いただけます。今日はですねこのベイ FM オリジナルクオカード1000円分を抽選で2名の方にプレゼントいたします。ぜひクオカード欲しいよと添えていただければというふうに思います。はい、はい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。はい、それでは1曲お届けしましょう。先ほどもね島ちゃんのレポートにも出てきました鎌ヶ谷大仏といえばやっぱりこの方のこの曲でしょう。お送りしましょう、スキップカウズ鎌ヶ谷大仏ダイブトゥーラブ。わかっていてもはじけそうだから手紙を書いたんだ。あの子が迷わないように待ち合わせは鎌ヶ谷大仏。僕の願い
Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Shoko Robin Okada's The Bayline.さあベイライン、この時間は大きいをキーワードで皆さんからメッセージをいただいておりますが、はい、ロビンどうですか？いいですか？はい、たくさん来てますよ、はい、ラジオネーム大ちゃんさん、久々に実家に帰った時のお話です。母親がこれあげると T シャツを差し出してくれました、うん、誕生日でもないのになんでだろうと不思議そうな顔をしていると、自分用に買ったんだけど小さくて着れなかったと一言。プレゼントするのが恥ずかしくて照れ隠して言ったのかなと思いましたが、うん、本当にピチピチで着れなかったみたいですしかし僕が着てみると今度は逆に大きくて母の大きさが痛いほどわかる今日この頃です。お母さんがちっちゃくて着れなかったと、私がちっちゃくて着れないからあなた着なさいって言ってあげて、でその実際にですね、僕が息子ですね、僕が着てみると、息子さんおいくつなのかね、おいくつですかね、全然年もお父さんもご本人も分かりませんけどお母さんのサイズが大きかったってこと？お母さんがとにかく大きい。なんか私これ読み始めた時ちょっとなんか感動的な話なのかなって私は思ったんですけど、お母さんが大きかったんですね、これ。まあまあお体も存在もね、存在も心も大きい。ね、というお母さんですよ。ひもっとま母さんのような感じでしょうか。いいでも、お下がりというかね、なんか嬉しいですよね。お下がりじゃないのか、ほとんど着てないやつですからね。でも息子さんだとでかすぎるっていうね、すごいわ、はい。続いてこちらシャオさんからいただいております。31歳の男性の方です。ありがとうございます。大きいといえば私は筋トレが趣味、筋肉を大きくするために、週に3回ジムに通ってます。ジムではみんな筋肉が大きい、ことを、太いとか大きいとは言わない、でかいと言います。背中でかいですね、ふくらはぎでかいね、どうに伝えます。もしバリで筋トレを頑張ってマッチョを目指してる人がいたら、最近でかいねと言ってあげると喜ぶと思いますよ。初めて聞いた。これ女性でやってる人もでかいねって言われると喜ぶんですかね。あ、どうなんですかね。ボディービル界でもね、掛け声がやっぱりそういうでかいとかね、あと切れてるとかってねアニメとかでそういうシーンだとね、切れてるとかでかいと誰か知ってるやつが言うんだけど、ちょっとねこう調べてみたら、ボディービルでどんな掛け声あるかってね、これ筋トレだけど、冷蔵庫はい、ズドーン、背中に鼻生えてるよ、背中に羽生えてる、背中に鬼いる、鬼がいるよ、いろいろ中も頼む、ジョーマン三頭、二頭筋、三頭筋もいいよ、もっと歌って、僧帽筋、グレートゲットフリー、カーフでかいよとか言うたって、ナンバー大きいです、筋肉本舗仕上がってる、勝負ここ勝負ちょっと苦しいよ、そういうふうにそういうふうに言うらしいですよ、ボディビル。面白いな。確かに背中に羽が入ってるっていうの分かります ね、背中の筋肉がすごい人はね、分かる。あ、肩甲骨の周り、肩甲骨もね、鬼がいるっていうのもね、鬼背中に鬼がいる、あ、なるほど、ね、鬼の顔みたいな、ナンバーナンバーっていうね、ボディビル大会だとナンバー、土台が違う、土台がいい血管出てます、ちょっと三頭もいいよ、今ねラジオで伝わんないですけど、山田さんの目背中バリバリ、カットバリバリ、顔がすごいんですよ今こういう風に言うそうです。いいですね、すごい、初めて聞きました。そんな背中に肌生えてるよ三頭もいい、いいですね、いいね、いやいいですよね、やっぱ筋肉が少しある男性、土台が違う、土台がもう聞いてくれないもん、もう次行きますか、もう次行きます、ね、じゃあチャオベラチンクエッティでロビンソロになったら、土台が違う、土台がって言ってやろうはい、どうぞ、はい、続いて紹介したいと思います、ラジオネーム青葉さんからいただきました。40歳の会社員の方ですね、はい、2週間ほど前検証で大玉スイカが当たりました。大きいですからね、大きいからね、重さは約8キロ、8キロ大きいですね、8キロでかいね。うちでは食べきれないので近所にお裾分けをしました。1軒目は農業されてるお家で、お返しに畑で採れた枝豆をくれました、うん、あらいいね、どっちも ね、これね、2軒目はお返しにゼリーをくれました、うん、大玉スイカのおかげで2度3度と美味しい思いをすることができましたということで、いいですね、こうやってお裾分けしてね。大玉スイカの僕もあの富里の大きなスイカをですね、うん、あのイベントの時に持ってったら、スタッフみんなで1個で食べられるっていう、ちっちゃく来てみんなで行くとね、いいね、スイカってやっぱり、いや夏を感じますね、みんなわーって疲れた後にパッと入れるとね、いいです、あんな美容にもいいってね、女の子もすごい、あ、なるほど、なんかモデルさんも食べてる、ね、季節のものってのはね、いいわけですよ。いいです、こちらケロンパスさん、ケロンパスさんです。この方の大きいはね、
人生の大きな分岐点について書いてくれました。35歳の女性ですけども、一番大きかったのは、アメリカ人である今の夫と出会ったこと。アメリカ人だそうです。彼と会うまでの、は英語は苦手教科で覚えることに身に入らなかった、うん、でも、彼と出会ってからは日常生活に必要程度の会話はできなくちゃと、うん、いうことで、せっせと、次々と英会話関係の本を買い漁って独学で勉強今話せるようになったと。それだってご主人ですからね。そっか、そういう意味ではロビンちゃんのうちも、はい、そういうことだったんですかね。そうだと思いますよ、ね、お母さんもあのアメリカに行った時は全然喋れなかったけど、うん、最初は喋れなかったけど、もうやっぱ住むようになって、やっぱもう日本語喋っちゃいけないっていうのがあると、ね、そこまでやんないとね、僕も英語喋りたいと思うんだけどね、本当にそれなのに、ロビンは、うん、全部忘れちゃったと、うん、いやちょっとは喋りますよ。ちょっとは喋れる、うん、もうじゃあこの後の、ね、呼び込み関係英語で全部言うか。いやあのアドレスだけちゃんと英語で言います。わかりました、はい、さあ皆さんもですね、大きい、話したら何でも OK ですよ、はい、大きいキーワードでメッセージ送ってください。まだまだお待ちしております、はい、アドレスは bayline@bayfm.co.jp bayline@bayfm.co.jp までお待ちしています。無理やり感じですよ。ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。さあそれではここで1曲お届けしましょう。ビートルズの名曲です。 The Beatles Help Help I need somebody Help Not just anybody Help You know I need someone Bay FM Shopping Islandベイ FM オリジナルのショッピングサイト、ベイ FM ショッピングアイランドでは、ベイ FM の DJ や番組が厳選したこだわりの美味しいものやおすすめアイテムをパソコンや携帯電話のベイ FM 公式サイトでいつでもどこでも買うことができます。さて今日はお米ソムリエのいる店シングラの長さまを紹介します。はい、お米ソムリエのいる店シングラは鴨川のお米屋さんで、その名の通りお米ソムリエの斉藤さんが厳選する美味しいお米を販売しています。その中でも特に美味しいと評判なのが今日ご紹介する長さ米です。日本の米作り100選にも選ばれたこの長さ米は千葉のブランド米としても有名。心地よい粒の感触と適度な粘りに加え、米の香りや旨味がしっかり味わえる美味しいお米として、和食のお店お寿司屋さんでも使われる人気の高いお米です。その美味しさの秘密はお米が育つ地形と土壌にあります、うん、鴨川の長さ地区は清澄山系の水、蛇紋岩の地質から湧き出る湧き水、そして棚田100選に認定された大山千枚田という日当たりの良い環境という米の栽培には最高の場所、特にこの蛇紋岩のある土地であるってことがポイントなんですね。実は米どころとして有名な新潟の魚沼地区や佐渡などもこの蛇紋岩のある土地なんです、うん、カルシウム、カリウム、ナトリウム、鉄、ニッケル、マンガなどを大量に含むこの蛇紋岩が雨で少しずつ削られることでミネラルが豊富な湧き水となって、その湧き水で育つことで美味しいお米になるということなんですね。長さ米の品種はコシヒカリで、ご注文受けてから精米をして発送いたします。価格は白米が 4.5 キロ、玄米が5キロで、それぞれ2400円となっています。千葉を代表するブランド米、長さ米の美味しさ、ぜひ一度お試しください。この長さ米のシングラの商品やベイ FM グッズは、ベイ FM ショッピングアイランドのページからご覧いただけます。携帯サイト、またはパソコンのベイ FM 公式サイトからチェックしてみてください。Thanks for listening. This is the Bayline. JOGVFM. Power Play. Bay FM 78. If you want to know what's recommended here in the Tokyo Bay Area, you tune to the right program. It's Bay FM 78 Power Play, and this time around is Johnny's Visto. And they're here with their single, which will definitely put a smile on your face. Here's Johnny Zisto doing Body Happy on Bay FM. Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela. Your call Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベーライン。この時間大きいをキーワードに皆さんからメッセージいただいております。紹介しましょう。はい、ラジオネームライオン丸さんからいただきました、はい、山田さんロビンちゃん、うん、こんにちは。シスク
わかんないでしょ。ライオンマラ変身するシシクって言うんですよ。そういうことなんだ、はい。大きいといえば、うん、鍛えてもいないのに私は肩幅が広いことです、はあはあ。女性らしい服を探してもサイズがないのでネットで探すことが多くて失敗することも多々あります。大きいの嫌だというメッセージですね。肩幅ね。肩幅でも私的にはあの私はすごくなで型なんですね、うん。なので衣装さんとかその衣装なんていうんですか、肩幅があるのはすごいいいことだからって言われると、その方が決まる、あの綺麗に衣装が着れるっていうこともあるってことですね。って言われるから私はもう羨ましいです、肩幅がちゃんと、ね、うん、うん。僕もどっちかというとなで型、全然肩に筋肉全然ないんでひどいことになってるんですけど、リュックとか落ちますね。ズルズル落ちてくる。落ちますよね。特に右肩がすっげー落ちるの。わかる。肩落ちる、落ちるんですよ。なんかね、大変なんです。だからリュックも足しると必ずずり落ちるから、まあ、男の場合やっぱり肩幅欲しいですよね。もうね、鍛えろって話です。水泳やってる方はやっぱり肩幅広い人多いですね。あ、そうか。私あの多いです。肩のこの筋肉ってなんていうんですか、本当に肩の肩の筋肉です。肩筋、ね、肩筋ではないけどね。肩筋が調べる、ボディービルなんか肩筋が太い人すごい好きです。あ、なんか足とか、ね、ごめんね、撫で方でね。いや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 、うん、本当本当、うん、腕が太い肩筋がある人は素敵だなってね。僕も羨ましいと思いますけどね。いいと思いますよ。女性の場合やっぱりそう思っちゃったりするんでしょうね。はい、ハヤトさんからいただいております、はい。大きいというのは私の元カノに対する思い。元カノに対する思い。元カノ、昨日婚約してた彼女から好きな人ができたと言われお付き合いに終止符を打ちました、心から愛して結婚したかったので辛い気持ちです。昨日、あらららら、本当にこれ以外書いてないんで詳しいこと何も分かりませんが、早くさん大丈夫か。大丈夫。婚約してて昨日別れてくれって言われたんです。何それ。婚約破棄ですか。そんなことってあるんですか。いやー、これはどういうことが、好きな人ができて心から愛していたのでえー、はい、もうこれだけなんで何にも分かりませんけども、まあ頑張れ、うん、次の人を、なんかいいこと、いい出会いがあるように。夏は出会いがたくさんあると信じて。そうだな分かんないけど、そういうことだうん、じゃあ、うん、続いていきますね。いろいろあんだな、人生大変だなおい、ラジオネームボンボン22号さんからいただきました、大きいと言ってまず思い出すのは、進撃の巨人や大仏とかぶって恐縮ですが、うん、お台場にある、はい、実物大のガンダムですね、はいはいはい。夏休みはガンダムの足の下を通りますが、下を通るとやっぱりでけえなと実感しました、うん。ロビンちゃんは今週末東京アイドルフェスティバルに出演しますが、うん、TIF はお台場地区で、実施されますので、もし合間があったら一回間近で見てみてはどうですかということで、私でもあのその TIF ってアイドルがめちゃめちゃ出るイベントがあるんですけど、はい、もう3回目4回目とかになるので、実際にそのガンダム私も見たんですけど、すごいですね、やっぱりもう、もうね、めちゃめちゃ、あれもしガンダムが本当にあったらこの大きさっていうことになってるでしょ、そうですよ、等身大っていうかね、そう、本当にあの8月1日にその TIF があるので、そのガンダムステージとかもあるんですよ。ガンダムステージ、そう、ガンダム、なんか本当に足元で、ガンダムの足元でガンダムのパフォーマンスをやろうよ、足元本当に間近でやるので、いろんなステージがあるので、ぜひ皆さんガンダムとアイドルを見に、あー、うまい、うまい、ちょいちょいうまく自分の宣伝をリスナーのこのメッセージに、いやいやいや、違いますよ、ね、あれしてうまい、さすがですね。しかもあれなんですよ、8月1日と2日は、あの TIF2 日間あるんですけど、はいはいはい、だってチャオベラは、たまたま8月2日が、あの9周年のライブが新宿ブレイズであるので、そうですね、え、どこでしたっけ、新宿ブレイズで、ブレイズであるのね、夕方1回公演なんだから TIF は出れないんですけど、皆さんね、あの夏をどっちかでも楽しんでほしいなと思います ね、なるほどね。私もその日あの佐藤ムニエクさんとビッキの仲間コンサートがねあるんですよ。あれちょっと同じ日に、同じ日で、あそこで、あそこであるんじゃん、あそこであるんで、ね、あそこどこだ、詳しく後で言いますけどね、あんまり宣伝になっちゃうとやらしいんで、ちょっとずるいですよ、私バリバリ言ったじゃないですか、はい、続いていっていいですか、はい、お願いします、はい、こちらピオママさんからいただいております、ありがとうございます。大きい、大きいにまつわる、うん、息子が成長期のためぐんぐん伸びて私よりも10センチ大きくなって見下ろされてます。ここ最近抜かされたってことですかね。あ、私よりも10センチ大きくなった、この1年ぐらいなんですかね。叱りたい時はそこ座んなさいって言ってから怒んないと母の威厳が保てませんそっか、前見下ろされちゃうから、ね、座んなさいって言ったらね、見下ろせるから子供の成長ってすごいと感じますというね、ビオママさんからいただきました。ぐんぐん伸びて
ね、あの伸びる人と1年間に十何センチ ね、 そうですね、伸びると言いますもんね。だから私はよーく見てると分かるわけでしょ、こう伸びていくの。よーくよーく見てる。いやいや、分かんないですよ。今伸びたほら、今伸びたってね。よく寝てると寝てるときこうって見てると、ピッ、あ、伸びた今。絶対分かんない。膝痛っつって、膝痛っつって言うんでしょ。いやいや、ね、でも本当は私もポッシーをあのそのグループやって一番最初、そう9年やってるんですけど、20センチ伸びたのかな、その間。すごい伸びて、まあ、9年の間。そうですよ、ね、だからもう ふくらはぎっていうか足がミシミシ言ってて、え、本当にミシミシ、いや、なんか発覚なんですかね、成長でね、もう、うん、成長って本当ミシ、いや、ま、だ1年で十何センチの人はちょっと分かるけどさ、9年で20センチの人、そうそんなにね、いや、言うの言うの、ミシっつーか、たまたまそれたまたまでしょ、なんか言うの言うな、ミシミシってどういう、え、どういう感じ、いや、ほんとリアルになんかミシミシ、いやいや、なんだそれ、だからほんとに私どうなっちゃう、それ録音してこい、それ録音してきたらノーベル賞もらえるから、それもう無理ですよ、成長もう止まってますから、イグノーベル賞もらえるから、はい、そのぐらいにしとけというディレクターから合図が来ましたんでね、はい、さあ皆さんもですね、大きいにまつわる話、うん、そしてはい、そうですよね、いよいよ近づいてまいりました、ね、世界の終わりの皆さん、メンバー皆さん全員がね、生登場してくれますんでね、はい、ぜひ質問なども今すぐお寄せいただきたいと思います、はいはい、メールはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp、 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいてください。今週末は、ね、各地で大きな花火大会いろいろとありますけれども、はい、神戸駅もすぐ近く幕張の浜でもですね、1万5000発が打ち上がる幕張ビーチ花火フェスタ開催されます、うん、先週グッズさんが、ね、応援隊長として来てくれましたけども、ね、はい、いろんなライブも楽しめるということですが、お送りしたそんな花火にちなんで Dreams Come True、 あの夏の花火でした。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山田と岡田ロビン翔子でお送りしているザ・ベイライン。さあこの時間はね、大きいというキーワードにね、うん、皆さんからメッセージいただいておりますが、ラブラブマリーヌさん、ありがとうございます。大きいといえば習志野高校の吹奏楽、日曜日千葉県大会の決勝を見に行きましたが、うん、入場制限となり中へは入りませんでした、うん、気持ちは地元の選抜を応援していましたが、習志野高校野球、習志野校の応援は一度生で見たかったもこともあり、あります、習志野応援団のそばの外から、その音を楽しみました。うん、すごいんだね。壁を隔てても伝わる迫力ある美爆音。美爆音、美しい爆音と書いて美爆音ですよ。いいですね、本当に最高でした。ちなみに試合は専大松戸が勝利しましたが、習志野をはじめ千葉の球児のためにも甲子園でも大きく羽ばたいてほしいですと。そっか、習志野高校の吹奏楽部のはね、相手方を応援してても聞きたくなるという、いやー、いいすごいですね、高校野球ファンにもね、もう有名な美爆音、美爆音初めて聞きました、ね、美しい爆音、うん、ね、微細な爆音だとどういう意味か分からなくなりますけど、美しい爆音、爆音なんだけど美しいっていうのは素晴らしいですね。いやー素敵です、美爆音、美爆音、美爆音、いやいや日本語だからなんでそんな言い方ね、本当ですよね、今ね、いろんなチームが甲子園のね、決まり伝わってね、話題になっておりますけれども、本当にどの学校もですね、甲子園大きく羽ばたいていただきたいと、うん、大きいと、それから先ほど言いましたけど、大きいことはいいことだったら知らないですか。そう、山田さんが聞いて、これ40代以上ですかね、40代でもわからない、知ってます、大きいっつったら大きいことはいいことだという、な、山本直純さんというね、作曲家の方がですね、はい、自分が出演して四季を振って、あの某チョコレートの CM で、大きいチョコレートだっていうこと ね、大きいことはいいことだ、そういう高度経済成長の時は全てのことがそうだったんですかね。今だんだんね、スリム化した方がいいとかね、コンパクトの方がいいっていう時代もいろいろあるじゃないですか。多分その時は時代を象徴したんですよ、チョコレート何でも大きいのいいんじゃないっつって、そうなんだ、ね、そういうことかなって僕なりに解釈ですけどもね。なるほど、ありましたけど、うん、さあ、いや、来ましたね、流れてきましたよ、うん、この後いよいよ6時台、お待たせしました、本日ニューシングルアンタヒーローをリリースした世界の終わりのメンバー全員が駆けつけてくれます。
はい、皆さんメンバーに対するメッセージ大募集でございますよ、はい、新曲の感想、ライブの感想、質問、どんどんお寄せください。お待ちしております。そしてプレゼントもありますよ。コンビニをはじめバーミヤン、ガスト、デニーズ、ファビレストラン、スバル書店、文京堂、三省堂、ブックエースなどの書店でも利用できるベイフムオリジナルクオカード1000円分を2名様にプレゼントでございます。はい、メールをどしどし送ってください、うん、アドレスはベイラインアットマークベイ FM.co.jp、 BAYLINE アットマークベイ FM.co.jp。 ツイッターの方はハッシュタグベイラインをつけてつぶやいていただけると、私もちょっと読みながらやっていきたいなと思いますので、はい、お待ちしてます。いよいよこの後世界の終わりのメンバー全員が登場ということでね、ロビンは初めて、いや初めてなんでもうドキドキですよ、この後お楽しみに。お楽しみに。バズーカ山田と岡田の美食のザ・ベイライン。さあ皆さんお待たせいたしました。今日ニューシングルアンタヒーローをリリースした世界の終わりのメンバー全員が駆けつけてくれました。よろしくお願いします。自己紹介をお願いいたします。はい、中潤です、よろしくお願いします。深瀬です、よろしくお願いします。沙織です、よろしくお願いします。はい、DJ ラブです、よろしくお願いします。いやー嬉しいね、みんなだよ。いやもう私ちょっと緊張しすぎて、やばいです、初めてだもんね。初めまして、はい、まリリースのたんびにね、来てくださるんですよ。はい、みんなにずるいずるいってずっと言われてる、あの局内元より他からもね、ずるい局外からもなんでって、なんでお前んとこっていうふうに言われてる俺もいろんな人に自慢してるから俺世界の終わりと結構仲いいそれ言っていいっすか。全然もちろんね、もちろん。でもね、もうだんだん緊張してくるで毎回先ほどね、はい、進撃の巨人だから大きいをテーマにやったんだけど、うん、どんどん大きくなって、いやでも、はい、ちょっとずつね、はい、協力してます。すごいことですよまずはね、リリースの前に日産の14万人のライブ大成功おめでとうございます。ありがとうございま す。後ほどその話も伺いますが、はいはい、なんといっても今日ニューシングルおめでとうございます。おめでとうございます、ね、これ進撃の巨人の、はい、ね、映画の主題歌って、うん、そうです、前編の前編のね、これは、はい、そう、後編もまたあるんですよね。す前後編あって、これ前編の方、前編の方の、ね、アンチヒーローじゃなくてアンタイなんですね。アンタイヒーロー、そうですね、はい、あちょっと発音がすごいかっこいい。アンタイヒーローです。突っ込まれてください。いやだってね、英語で歌ってるから、はい、ね、はい、な、あのこの曲が解禁になった時にかけたんですけどね、それかけるって俺まだ聞いてなくて、ここで初めて聞くって時に間違いやがったな、スタッフと思って。あ、なんかこれ世界の終わりじゃない、ね、ないだろ。ピョンヨンっていうので、はいはい、イントロのところで絶対間違った。ちょっと何やってんだよ。あ、そうだと思って。あ、でもなんかそういう反応の人は多分いるんじゃないかなと思ってました。作ってた時から。はい。新しい世界ですね。はい。ね、まずはその話をいろいろと伺いたいんですけども、これは皆さん映画はどうなんですか。まだ出来上がってなかったですよね。はい、完成する前の、やつを前編後編で見させていただいて、まだ CG が完璧じゃない時に出していただいて、その時まあストーリーは大体、はい、分かった、分かりました。ほうほう、なんかこういう風に作ってほしいみたいなオーダーとかはあったんですか。全くなかったんですね。そうなんです。何でもって言われてね。お任せですと。お任せします。自由に思ったままにやってください。見た感想というか見て思ったことを作ってください。もともと原作とかアニメとかをみんな見てたりだ。そうですね、原作が全員好きだったんで、はい、うん、じゃあもう、はい、ね、そうです。じゃあ話来た時は嬉しかったね。そうです、すごい嬉しかったです ね。俺本当出ていたかった呼ばれないんだよ。もうちょっとまたこうね、共演できて、さっきからずっと言ってますよね、俺も出たかったアニメでね、つながりがほらできるかなってね。まあ DJ ラブさんはね、アニメ好きとして有名ですけども、そうですね、はい、どうですかこれ進撃の巨人の話が来た時は。やっぱりこう話が、今進撃の巨人ってこうでかいじゃないですか、うん、人気すごいんで、うん、ついなんか今まで結構タイアップとかも、うん、なかなかなかったので、うん、すごいところから来たなっていうふうに。いやいや、セカオワもすごいですからね。それすごい同士のタイアップってことになってますけど、これ英語に今回は全部しましたけど、はい、ね、
このアンチヒーロー前編ですけど、これは、まあ、一番最初に映画を見させていただいた時に、なんか自分たちの持ってるどの曲でも合わないなって思ったので、あ、どうしようかなと思った時に、あの、その僕らが頭の中に浮かんだメロディーが日本語がハマらなかったら今までは使わないできたんですけども、今まで自分たちがその使わなかったメロディーだったりアイデアだったりするものをそのあえて使うというか、今までだったらボツになるものもそのまま使って、でも日本語はやっぱ合わないので英語でやるしかないということで、今回はあの世界中でも公開されるということもあの相まって、はい、全部英語でっていうのでしました。曲どっちが先だったんですか、曲と詞は。曲と詞は曲が先だよ、ね、でもなんか、うん、そうでもないような気がする。サビは曲が先だけど、うん、メロは詞、まあそうか、詞が先という感じかも、うん、結構話し合いながらって感じはあります。ああやろこうやろうってやって、はい、あね、でサビちゃんのピアノも今回また相当なテックが入ってますけど、そうですね、なんか真似したくなるようなこう、うん、高速なフレーズを入れたらかっこいいかなと思って、うん、真似してください。できるわけない。俺山音楽教室に2ヶ月で諦めた口なのに、ビリ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 、口だったらできるかもしれない。これでもね、世界を意識してって、さっき深瀬君見えましたけど、この映画やっぱり世界で期待されてますよね。そうですね、はい、ね、まあ、今日もね、アルシティとの、かけてしたんですけど、はい、こう世界これいっちゃいますね、この曲。そうですね、どうなるかは分からないんですけれども、ね、世界からいっぱいオファー来ると思うんですけど、そうですね、どうなんでしょうかね。まあ、来たら来たで楽しもうという感じで、反応がまだ分からない、まだ全然分からないので、ね、うん、アレンジとかそういう雰囲気も全部やっぱりいろんなことを意識したんですかね、世界を。意識というよりもやっぱり今回はその自分たちが作ってきたものを全然意識しないで作ったっていう方が近いかなと思ってますね、うん、はい、いわゆる世界の折らしさっていうものは全く気にしないで、特に気にせずに別のバンドみたいな気持ちで作ったかもしれないですね。世界の終わりじゃない別の新人デビューみたいな気持ちで作ったかもしれないです。あ、じゃあ俺がこれ違うよって言ったら正しい反応だ、正しい反応だと思います、はいはい、だから結構僕の周りで、うん、僕らの世代がやっぱり世界の人ってかっこいいなって言い始めてるっていう、この曲流れ始めて嬉しいです。あ、そうですか、うん、はい、ね、これ世界中ってハリウッド作品のオファー来んじゃないかなって俺勝手に予想してる。話が大きい。本当？そしたら俺またほら吹き替えで意外とここで絡んでんだよって話。そんな風に思ってるんですけど、さあ PV の方の話もしたいんですけども、はい、PV も見させていただいたんですけど、ね、食事のシーンが、はい、すごい多かったですよね。いっぱい食べましたね。あ、実際食べた、はい、はい、いっぱいいろいろなものをね、はい、うん、食べても食べても補充されるもの。そうそうそう、じゃあもうお腹いっぱいになっちゃう、お腹いっぱいになっちゃいましたね。最後の方の撮影はかなりちょっとしか食べてない。ステーキをすごいちょっとしか食べなかった。ステーキがすごい霜降ったやつだったんだよね。そうだよね、もっとこうなんてライトなやつかなと思ったら結構ヘビーなんで、結構ね張り切って自由に食べてくださいって言われたら食べちゃったんで、最初ね、最初は飛ばしちゃって、もう一回お願いしますって言われて、うん、結構テイクあるなみたいな、まだ終わらないって思った。それで最初張り切って言っちゃうとね、分かんないからね、その先のことがね。そうですよね、沙織、うん、ちゃんかなり早い段階でダメそうだった。最初お寿司を多分4貫ぐらい食べたらお腹いっぱいになっちゃった。いや、強すぎるでしょ、強力すぎるんだよ。どうしようと思って一生懸命食べました。その後、はい、ね、でも食べなきゃいけないしね、ある程度はね、うん、はい、ね、とっても素敵な、ね、PV に仕上がってますけども、かっこよかったです、ね、で皆さんもね、今回のこのアルバム今本ちゃん出来上がったもの我々もね目にしてますけど、はい、すごいメイクじゃないですかこれ。そうです、これ PV の中でも一瞬出てきたりしてましたよね。そうです、はい、一瞬出てきて、はいはい、このなんつうんですか、スカルメイクというか。そうですね、はい、スカルメイク、これかなり時間かかりますか。時間半ぐらいですね。はい、かかります、一人やるの。それぞれ時間とかそのぐらい。あーらー、はい、肌が呼吸してない感じになりません？そうですね、すごい、はい、そうですよね。しかも結構その取れやすいので、うん、そう、触っちゃいけないので、かゆいから痒い時は書いちゃいけない。あ、そうだね、そっか、爪楊枝みたいなのでツンツンして痒みを解消しなきゃいけない。
つまようじみたいなんで、はい、ね、これあのモノクロ写真だと白黒ですけど実際に白黒、実際に白黒です、ね、はい、鉄拳をすごくしたやつみたいな感じで、ね、一番気になるのが DJ ラブなんですけど、そうこれどうやって、はい、ラブさんの場合はどうなってるんですか、これはもう、ええ、あれですね、元々元からこうその柄にしてもらって、そっか、なるほど、新しく作り直してるんです。いやでもちゃんと中も黒くしてます。あ、そうなの、はい、じゃ あんまり変えちゃいけない感じになったんだ。そうですね、だらだら垂れてきちゃうんですよ、なんか、その上からだしね、上からなんです、すごい大変だったですね。PV もぜひ注目していただきたいんですが、それと先ほどね資料が届いてですね、はい、この安泰寺に続く進撃の巨人の後編の方の、はい、エンドオブザワールドの方の主題歌、はい、SOS の資料も届きましたけど、はい、この曲は実は日産スタジアムでもう披露、はい、そうですね、はい、ね、はい、でも詳しいことはね行った人しかわからないことになってますけど、そうですね、これ作詞ははい私です、沙織ちゃんがやりましたけども、はい、これどんな感じになってるんですかね。これはまあ、作詞したんですけど、多分安泰寺で皆さん驚かれたかなと思うんですけど、うん、またさらに、うん、これが世界の終わりの曲なのって言われるタイプの楽曲なので、ちょっと反応楽しみにしてます。あ、また山寺さんがかかった時にこれ世界の終わりじゃないだろってなるかもしれない。これも安泰寺で裏切ってさらに SOS でも裏切るとかもしれない、ね、こっちも全編英語でそうですなってるんですね、はい、はい、うわ、これ僕らの曲だと知ってる人でも、うん、僕が歌ってるって思わなかったって言われたこともある。うん、そう、ちょっと今回はちょっとそういうドッキリ感はあります。歌声が、ね、歌声がちょっといつもと違うっていう感じにしてます。じゃあ SOS に関してはその日産スタジアムで初めて聞いた人がはいほとんどっていうことですよね。ほとんどしか聞いてない、しか聞いてない、はい、ちょっとしたね、はい、7万人がどういう反応したのかと思ってね、うん、どうだったのか分からなかった ね、うん、それ歌ったら俺たちすぐ吐けなきゃいけなかった。その後の段取りとしてね、はい、分かりました。その日産スタジアムのね先日のライブの模様をこの後いろいろと伺いたいですけれども、はい、さあそれではね、このねリリースの曲をまず聴いていただきたいと思いますんで、はい、曲紹介の方をお願いいたします、はい、では聴いてください、はい、世界の終わりで安泰寺。はい、今日リリースになりました世界の終わり安泰寺聞いていただきました。この後交通情報などを挟んでまだまだ世界の終わりの、皆さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 You are listening to Bazooka Yamadeira Shoko Robin Okada's The Bayline。どんな旅に出ようといつでも帰っておいで。 Thanks for listening. This is The Bayline。バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイライン、はい、この時間はですね本日ニューシングル安泰寺をリリースしてもうね忙しくてもヘトヘトなのに、うん、この振りかけつけた世界の終わりの皆さんです。本当にお疲れ様です。いえいえ、頑張ります。改めてちょっと自己紹介って台本に書いてるんでいいですか、はい、もう一回言ってもらって、はいはい、中陣です、よろしくお願いします。深瀬です、よろしくお願いします。香里です、よろしくお願いします。 DJ ラブです、よろしくお願いします。いや本当にね4月18、19ついこの間ですよ、うん、10日前ですよ、はい、ね、そうですね、日産スタジアム2日間で、はい、2 days で14万人というトワイライトシティ、はい、14万人、もう 僕、ね、僕ら行けなかったんですけども、もういろんなとこからねすごかったすごかったっていうのを、ね、嬉しいです。まず演出の沙織先生から、はい、もうね、毎回厳しい演出をこうする、ね、壮大な夢を描いて、はい、で今回もいろんなことが実現できたわけですね。そうですね、でも本当に何より天気が、うんうんうん、台風3つ来てたんですよ。そうだったね、奪われてるんじゃないかと、うん、毎日2週間ぐらい毎日ずっと天気予報を見て、本当に奇跡的に1週間晴れてくれたり、すごいですよね。
3つだからね、3つなかなかないダメだな。しかもやっぱりその建造物みたいなセットを建てるので、その日だけ晴れてるんじゃダメなんですよ。設営が12日からやってて、12日からの1週間晴れてないと困ったわ、風が強いと、1回下ろさなきゃいけなかったり、コンサートの約1週間前から建て始めてたので、すげえな。そこに1つでも来るとダメだったんですけど、なんとか、なんとかやれちゃったわけですよ。いや、ファンからも台風がトワイライトシティに来ようとしてますっていうのをすごい言われてね、話したら、チケットないの気づいて帰ったんじゃんつって台風がね。いや、それはでもすごいことですよ。いや、3つをなんとかしたっていうね、はい、ね、まさに世界が味方した、天が味方したという感じなんですけども、今回あのね、いろんな噂を聞いて、まあ、もちろんあの水によるね、文字も、はい、水関係も今回もやったわけですね、はい、あとなんか走ったらしいですね、いろんなものが、飛んだり走ったり、飛んだり走ったりしましたね。まず電車が走ったっていうのと電車が飛んだっていうの両方聞いたんですけどそうですね、両方ありました、はい、電車にあの深瀬と中島乗りながら歌いましたね、はい、人乗れるやつ走らしちゃったんですね、そうですね、結構本当に乗れるやつだったんですね最初リハーサルで乗った時はちょっと怖いなと思って、意外と怖い、ね、意外と怖い、スピード速いんですか、うん、速くはないんですけども、ガタンってなって私なんか、その曲中に水をあの飛ばしてたんですよ、うんうん、ウォーターキャノンっていう、うん、なんてだから結構30メートル以上バーンって、前の上からジャッてだけど、今度は上にバッと飛ばしたんです、下からこうバーンって電車が通ると水がこうびしょびしょになって大変だったのに、さらにやったんだ、そうすると結構僕らもびしゃびしゃになるんですよ、ね、そうするとその電車の乗ってる部分もびしゃびしゃになって結構怖いんだよね、滑って結構怖いですね、落ちることはないですけど、一応柵があったんですけど、うんうん、安全対策もしっかりして、はい、それから飛ぶやつもあったんですよね、はい、飛びました、お客さんの上を飛びました、ね、はい、電車がもう客席の本当に真上30メーターぐらいのところを飛んで、それでど真ん中のところにこう星が降ってくるっていう演出をしたんですけど、あれをテレビで見た、テレビの、ね、ニュース映像で見たんだけど、キラキラキラーンと来たから、はい、俺のピーターパンでいる妖精の粉みたいなやつやったのかなと思ったんですよ俺ピーターパン昨日見たばっかりなんで違うらしいですね、なんかキラキラしたものは。あれ何が落ちたんですか、あれは星です、星です、夢を裏切れない、星ですよ、星です、星ですよ、疑った、私 LED じゃないですよ、疑った私どっちにしてもすげえけどねえ、星が降ったんですね。そして DJ ラブのコーナーも今回もすごかったらしいですね、毎回いろいろやってますけど、はい、今回はあの、はい、メタルバンドを結成した1曲ほどやらせていただきまして、今日着てる T シャツはそのメタルバンド、そうですね、あの楽屋になぜか、あのメタルの T シャツと CD が大量にありまして、ミスさんの時、はい、プレゼントされたんだね、多分だから頑張れよっていうことなんだと思うんですけど気持ちを高めろよって、ね、それでその日から来てるんですけどそうなんだ、まだトワイライトシティを引きずってますね、ああなるほどね、はい、なんかギターも奏でたっていうふうに聞いてますけど、あのギターの先から、花火が出てるという、すごいね、もう地味編超えてますね、もうね、さすがになんかあれでしょ、本番なんかサプライズで、この花火の量が2倍だった、2日目だけあの花火の量が2倍になってて、本人に秘密で、サプライズで、お客さんにサプライズじゃなくて自分にサプライズスタッフさんの持ってる本人に、はい、なんか今日昨日より臭いなと思って2倍になってましたね、明るいしすごい眩しいなと思ってたら面白いすごい量出てたんで、火薬係の人がすごい張り切っちゃったんですよ、なんかでも今日は昨日と同じ量にしとくよって言われてたんですよ、うん、事前に、ね、事前にそしたらすごい量で2倍いや本当にあの手この手でね、みんなも楽しませるステージですけど、実はステージ行く前からもう世界のりの世界が始まってたっていうふうに、そうですね、あの今回はそのアジアン的なそのお祭りをイメージして、あのアジアの食べ物だったりするものの、その出店みたいなだったりとか、あとなんだっけ、こう突然音楽が始まるやつ、フラッシュモブっていうのもやったんですけど、フラッシュモブ、うん、会場の外にいるとあの突然演奏してる素人の人みたいな、なんかこう一人現れて、はいはいはい、そしたらわ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 らと、あ YouTube でよくこれ、面白いやつである感じのやつ、はい、ああいうのも突然ドラゴンナイト演奏する人が、すごいそのオーケストラじゃないけど
いろんなね、あの楽器の人がバッて集まって演奏したりとか、あと僕らの紙芝居屋さん、僕らの曲をテーマにした紙芝居をやってるところで、多分全部見れた人はいないんじゃないかな。あ、もう至る所で、もういろんなところにその人たちがこう点々とあの回って、うん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 、どこに行っても楽しめる感じになってる。はい、でも今日ね、あのここ来る前に代々木でランチ食べたんですよ、マネージャーと、はい、隣の隣に座ってた女子2人がずっと世界の終わりの話してる。日産のさ、あそこさ、あの周りでさ、時々キーワードが聞こえてきて、はい、だ行く前からすげえ、入る前から楽しかったって話をしてるんですよ。あ、嬉しい。俺今から会うんだけどって言ったら我慢したの。それがね、うん、アジアンエスニックカレーを食べながら話した。なるほど、引きずってますね、じゃあその人ね、多分引きずってんじゃないか。そこの時食べたから来てんじゃないかと思って。うん、でもその外周っていうか、外周というか外の部分はあのチケット持ってないお客さんも入ることはできたんで、なんと、はい、え、そうなんですか。はい、なんかもしかしたらそういう人がいたかもしれないな。そうなんだ、はい、だってね、これ14万人動員ですけどもね、もう本当にチケット当たったしたらラッキーという感じですからね。ね、そうなんですよ、ね、売り切れると思ってなかったんで、いや本当に14万って無理でしょって思ってた。いろんな人にね、今回はチケット取りやすいと思うよっていうふうに言ってたんだ。絶対そうだと思ったからね、うん、そしたら結構頑張った甲斐がある ね、はい、すごいね。そしていろんな世代の人が、はい、ね、そうですね、そうですね、ちびっこからあのすごい大人の方まで来てくれるので、いや、すごく嬉しいです。親子で来てる人が本当にたくさんね、多分いたでしょうね、ファミリーが増えて、はい、ね、いいです。だからここから何年かずっとやっていくと、もう3代みたいなのは当たり前になってくるかもしれない、ね、いいですね、感じがしなくもないですけども、はい、ね、さあそしてこのね14万人もすごかったけども、この後ツアーが2016年、もう発表になったということですけども、はい、はい、ね、これは3月16日のちょっと先の話ですけども、だいぶ先なんですよ ね、 3月25日幕張メッセ国際展示場からスタートということで、うん、はい、まあこれね、まだこのアイデアはスタッフ的にはまだ、これそうです ね、 ね、でもこの間あの、うん、その主要なスタッフたちと一緒に飲み会をしてて、はい、次どんなアイデアがいいと思うとか言って、あの話してましたね。完成点は何だと思うとか言って お酒飲みながら、俺の一番の反省点はとか言って、ちょっと変なテンションで明るい。いや、もはやそんな話がされてるってことですから、楽しみながら考えてます。なるほど、じゃあ松尾もね、今からも楽しみにしていただきたいと思いますけれども、その前なんといっても今日リリースの、はい、このニューシングルをよろしくねということですよね。はい、もう手にしてる方たくさんいらっしゃると思いますけれども、はい、初回限定版 A、はい、CD と DVD、アンタイヒーローミュージックビデオプラスメイキング映像、限定版 B は、東京ファンタジーの富士急ハイランドのライブからセレクト、はい、それは通常版、謎の DVD が当たるスクラッチカード封入と、はい、どこにもそれぞれ特典があるということです、はいはい、みんな、ね、手に取っていただきたいと思いますけども、あ、このホームの話もしようと思ったんだけど、もうお時間がダメと。時間が、全然違うのね、これ。全然違う、はい、全然違う、いろんな意味があると思ったんでね、はいはい、これファンは嬉しいですよね、この曲。この曲はそうですね、あの友達が結婚したの時にもうみんなで作って歌った曲なので、はい、こちらもチェックだし、はい、リンライトステーションのこのリミックス版も注目というシングル、ぜひチェックということですね。はい、はい、皆さん詳しくは世界の終わりのオフィシャルサイトをチェックしてください。この番組の Facebook にもリンクしておきます。さあそれじゃあ一曲聴きながらお別れとなりますが、はい、ね、紹介をじゃあお願いいたします。はい、聴いてください、世界の終わりでホーム。はい、今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。Bay FM 78. You are listening to Bazooka Yamadela, Shoko Robin Okada's The Bayline.バズーカ山寺と岡田ロビン翔くんでお送りしているザ・ベイライン、世界の終わりの皆さんありがとうございました。ありがとうございました、ね、こうやってこのね、リリースの時水曜日のベイフェムに来てくれるわけですよ。いやすごいですね。本当に多忙だって、ほとんど休んでないそうです ね、ライブも終わって、でも楽しみね、今日ワンタイヒーローで、そしてもうすぐ9月にはこの SOS、 これがリリースになるわけですからね、本当楽しみですけれども、たくさんね、あのメンバーに
メッセージもお寄せいただいてたんですすいません、先ほど紹介できなくて、こちらはですね、名古屋のですね、ゆかさんからいただいております。ありがとうございます。リリースおめでとうございます。仕事中なので聞きません、ね、昨日フラゲしました、アンタイヒーロー、全てかっこよくてずっとリピートして聞いてますというふうにいただいてます。あ、日産スタジアムのライブもでそっちで聞けて嬉しかったと、SS も楽しみしてますということです。それが名前はないんですかね、この方、今日タワレコで撮りに行きましたよと予約してたんですね。そのまま視聴器でホームを聞いてたんですが、先ほどかけたホーム、うん、なぜか涙が出てきて最後まで聞けませんでした。いやでもわかりますね。で家に帰ったらじっくり聞きますと、で視聴器で聞いててもう涙が出ちゃったと。で日産スタジアム 2days お疲れ様でした。2日目の星が降ってくる演出素敵でした。降ってくる真下であそこでしか見れない景色でしたよ。来年のサーも楽しみです。あ、先ほどね、いいなそっか、ね、さっき言ったあれは何だったんだ、星ですというサウちゃんから夢を裏切らない。そうですよ、星ね、あれ本当にすごいね、まあ、ありとあらゆる、ね、自分が真下にいて上から降ってくる景色ってその場でしか味わえないから、うん、すごいですね、すごいですよね。ちなみに僕本当にピーターパン昨日見に行ったんですけどあの今朝一緒に出てるゆずきふうかちゃんがピーターパンやってるんで、はい、最後やっぱりフライングふわっとして妖精の殻をふわってる時ほとんど斜め前だった、うん、斜め上だったのね、はい、それもすごかった、あれ妖精の粉ね、もう俺も妖精になっちゃうじゃないかと思ってね。エドさんですか、いや妖精、まあ、普段からちょっと妖精っぽいとかあるんですけど妖精っぽいとかあるんですけどね、妖精になっちゃうんじゃないかなって思うぐらい、うんうんうん、そのぐらいね、はい、ということでございました。皆さんも、ね、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあそれではここで一曲お届けしたい、あですね、はい、はい、ちょっとます、はい、お届けしましょう、うん、来週お出かけベイラインということで、うん、水曜日はベイ FM のスタジオを飛び出して、うん、原宿にあるアメーバフレッシュスタジオから公開生放送でお送りします。そうです。そしてゲストはモーニング娘。15から生田絵里奈ちゃん、そして石田あゆみちゃんが登場してくれますよ、はい、それではお聴きください。モーニング娘。15の最新曲 Oh My Wish。 忘れかけてた私の夢。 Thanks for listening. This is the Bayline. I wanna be loved by you.バズーカ山寺と岡田ロビン翔子のザ・ベイラインエンディングのお時間となりました。たくさんのメッセージありがとうございました。なおプレゼントの当選者の発表は発送をもって返させていただきます。はい、明日は伊豆の亮さんと西田愛ちゃんのザ・ベイラインです。はい、木曜日はあなたの気になるを大募集。気になるニュースはもちろん、あれ買いたい、あそこに行ってみたい、あなたの気になるを教えてください。はい、そして先ほどもお伝えしましたけどもね、来週は夏の恒例企画お出かけベイラインというのね、月曜日からやってますけど、我々水曜日8月5日ですね、はい、原宿駅竹下口のアメーバフレッシュスタジオから公開生放送ということで、いやー楽しみですね。ゲストにねモーニング娘。15から生田絵里奈さん、エリポン、石田亜美さん、大志、大志2人が来てくれるということですのでね、ぜひ2人を見るために、あ、もちろんロビンもね見るためにね、まあ、僕はいいですけどもね、ついで僕もねいますんで、ぜひね遊びに来ていただきたいですね。いや来てほしい。しらっとしてるちょっとね、うん、ちょっとねあれでも寂しいもんね。本当ですよ、パラパラだったら。もう久しぶりだよ、竹下口あたり行くのあそこら辺行くの、若者の車で通ったことしかないけどね。そっか、行きますからね、ちょっとドキドキですかね、来てくれないとね。そう、困ります。誰これおじさんって言われちゃうからさ言わないですよ、それの人たちにはぜひ皆さん遊びに来てください、はい、そしてメイフェムこの後7時からはインターエクスプレスです。 DJ は門脇智子さんです。こんばんは。久々の原宿ですかそうなんですよ。いやでもさ、竹下口ね特にね、でも、うん、本当日本の街って変わるの早いっしょ。あ、ね、だから本当昔は毎日のように1日5回ぐらい行ってたような場所も、うん、ちょっと大人になって遠ざかると、うん、久々に行って全然違うじゃんみたいな。なんかねすごいなんか置いてきぼり食らったような、うん、で、うん、新しいの立つとそこに何やったんだか思い出せなくなったりとか、ね、思い出せなくなっちゃう。毎日見てたのに、いや、ね、毎日見てたのに、ほんともうなんかすごいね、たかってた場所がなくなって新しいものができちゃって全然ついていけない。だから時にね、やっぱりそういう懐かしい街の変化っていうのを見届けるためにね、行っとかないとね、行っとかないとね。じゃあ竹下口ね、突っ切りますよ向こうまでそうですね、明治通りまで行ってみますよ。行ってやってください、思い出しちゃってください。はい、はい、今夜は
はそんな思い出す名曲もお届けしちゃうかもしれないエンチュールエクスプレス絶妙だ洋楽 A to Z 今夜も R から始まるアーティストセレクションそして今月はサマーをテーマにお届けしてきたハチコレ間もなく8月なので今日が最後となりました、うん、ラストのサマーアンセム一体何がかかるのか楽しみにしていてください、うんはい、この後すぐですはい、はい、頑張ってください、はい、ありがとうございましたはいこれ微妙に絶妙につなげるところがね盗みたいですねこれ、うん、メモメモ、うん、メモメモはいさあ今日はね世界の終わりのように全員が来てくれました本当に嬉しかったですよいやもうねアンタイヒーロー今日リリースですよ本日リリースでございます ね映画の方も本当楽しみでございますそして何度も言いますけども来週はいよいよお出かけベイラインとなりますので山田さんなんかお知らせねえさっきああ佐藤宗さん宗さんとね一緒にライブをやるという、ね平和島でやりますからねちょっと同じ日なんでねちょっと行けませんけれどもね、ロビンちゃんいつどこだっけ2日に新宿ブレイズあおちゃん2日に新宿ブレイズ集まれ待ってるよ